たきたきたきた、進撃ブロックの防衛に成功したけど、待って危ない、ちょでかー。さてと、残す匠あと3体ぐらいかな。匠の書ももう埋まっちゃうんじゃないかな。もう全然もう今回で多分埋まるでしょ。普通に増えてるー、増えてるー。ということで、どうもこんにちは、ビクトルです。今回も匠クラフトやっていこうかなと思います。いや、なんかアップデートみたいなのが来て、匠の書を見てもらえばわかると思うんですけど、ちょっとだけ匠が増えました。なんなんこれ。こいつ何マジで。どういう形をしてんのこの匠は。多分、ここの匠は多分普通に出てくる匠なんだろうけど、この下の匠ね、この気象の横、気象気象、うんうん、気象みたいな感じで、多分これもしかしたら王将の祭壇で出てくるタイプの上位匠がまた1体増えてんのかなって思います。また気象かなこれ、気象に挟まれてるってことは。で、今回ね、何やっていくかっていうと、今回やっていくのは、この、匠進撃ブロック。もうたびたびね、匠進撃ブロックめっちゃやってるんですけど、未だにまだ防衛成功したことないんで、今回ちょっとね、成功させて、成功させると何かが起こるってコメントであったんで、ちょっとね、匠進撃ブロック、もう完結編、やっていこうかなと思います。ということで、早速やっていこうか。まさかのパート26にしてダイヤモンド装備っていうね。まあ、一応念のために、やられちゃうと、防具が消えちゃうんで、持ってるアイテムは大丈夫なんですけど、防具系は消失してしまうんで、ちょっと念のためにね、ダイヤモンド装備でやっていこうかなと思います。ということで、早速、やっていくぜ。せーの、はい。てか思ったんだけどさ、こんだけさ、匠出てくるの遅いし、なんだっけ、このブロック消せ、侵略みたいのも遅いから、あれだよね、周りにブロック置いてもワンチャンいいよな。あ、待って、ブロック持ってくればよかった。持ってきてる。この辺にさ、ブロック置いてさ、これでさ、ガード作ればいいんじゃね。これガード作る。あ、待って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 、なんだこいつ、なんだこいつ、なんか燃えてる。なんでこれ、なんでお前燃えてんの、なんでこいつ燃えてるんすか。謎に燃えてる。あ、やばい、ブレイズ匠はやべえやつだ。ちょ待って、あいつはやべえ、あいつはやべえ、あいつ怖いからやだ。これさ、こうやってやってさ、バリケード作っちゃえば完璧じゃね。来たっしょこれ。あぶねあぶね、あいつ炎打ってくるんじゃなくて近づいてきやがった。まさかの、まさかの直で爆発しに来た。待って、これ来ないよね、大丈夫だよね。オッケーオッケーオッケー。あ、これバリケードいけるんじゃね。いける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 、これは完全に来た。よっしゃよっしゃ、これ来た。ちょっと念のために怖いからここ壊しておこう。オッケー、いやこれ完璧でしょ。よし、今回は防衛できるんじゃね。オッケー、初の匠進撃ブロック防衛成功パターン見れるんじゃないですか。さすが、わあ、待って、え、どっから侵入してきた。ちょっと待って、ちょっと待って、聞いてない聞いてない聞いてない。待ってよ兄さん、それは聞いてないぜ。どこで爆発が起きたんだ、俺は分かんなかったぜ。ちなみに、真ん中でこう、なんていうの、こう、匠式極光剣、オール、わぁ、待って、待って、多分今のは、怪式殲滅術で自滅かな、分かんないけど。あんちゃん、それは聞いてないぜ、小雪。小雪、ちょっと待って、聞いてないぜ、それは。とりあえず、まあ、バリケードこれ用意しといて、まあ、かかってくるやつら全員チェケラしていけば、もう大丈夫っしょ、小雪。ごめんなさい、似てない福山雅治のモノマネしてすいません。てか夜になってきちゃったから普通に匠が出てくるんですけど、待って、夜になっちゃったから普通に匠が出てきちゃう件なんですけど、待って、ちょっと暗いから動画的に良くない、それは暗いのは動画的に良くないっすよ。はい、オッケー。あー待って、どんどん生まれてくる、どんどん生まれてきてる。おい、くじ匠も倒していく。さあ、うわ、なに、あーあー、怖い怖い怖い、誰誰だ、うわー、怖い怖い怖い、めっちゃ爆発されてるよ。わー、いや絶対絶対あいつ、ラマ匠とかさ、その類のやつだろう。あれ強すぎるだろう。あれちょっとチートじゃないか、それは。なんか普通にさ、余裕かなって思ったら全然余裕じゃないんだけど、どういうこと？なんかむ、難しくない？これ。なんて難しいんだ、この匠進撃ブロック。あ、待ってよ、ちょっと！なんかこのさ、前やった海底神殿、ここのさ、なんか水んとこでやったらさ、なんか勝手に水、ブワッサーなりそうじゃね？ちょっとやってみようぜ。これやったらいけるやろ。オッケー、あ、完璧じゃないか、これ。もう水のガードが、あ、重くなった。あ。いや、ちょっとさ、なんか、せこいことやろうと思ったらさ、なんか、マイクラがさ、なんか、クラッシュして、入ってよ、クラッシュ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 、みたいな感じなんですけど、いや、もう、ずるいことできなかった。もう、正々堂々、もう、正々堂々とね、もう、やってやりますよってことで、もう、完璧に、もう、バチコリと、匠進撃ブロッククリアしていくわ。かかってこいよ、匠、堂々と、堂々と正面からねじ伏せてやるよ。待って、やめてください。なんで今爆発した？何の爆発これは？え？何？あ、あれか。え、待って、あ、わかったわかったわかった。この黒曜石の下にも匠がいっぱいいるんだ。そういうことか。下にも多分地面があるから、そこに匠が生成されて下から爆発してくるみたいなやつ。待って、めっちゃ怖いんだけど、それ。俺さっき一瞬さ、シューってなったからさ、死んだかと思って若干黙っちゃったんだけど。さあ、匠そろそろ出てきてもいいんじゃないかな。これさ、上から降ってきたら俺めっちゃびっくりするよ、俺マジで。明日マンション強制退去させられるレベルで発狂するよ、上から来たら。さあ、こっち、うわ、待って、あ、これ、あ、なんですか、ちょ、待って待って、待って、
って、お前ずるいぞ、そういうの。待って、なんかすごい気持ち悪いことになってる。なんだこれは、なんか、常にぴょんぴょんしてる、マジで。ぴょんぴょん状態。ぴょんぴょん状態。あ、いる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 。こいつから倒していこう、こいつ。なんだろ、こんな浮いてんの。これ多分あれだよな。戦勝、戦、なんか沈む巧みのやつね。いいね。10分の1ぐらい進んだ。進歩。進歩しています、これは。こっから未知の領域、どれだけ匠を倒せるか。まあ、あそこにいる牛は無視していいでしょう。これね、あの、トツ匠とか、鋼匠とかが来た瞬間に、もう一瞬でゲームオーバーです。はい。あの、火薬庫の匠が来た場合も、アウトです。はい。ラマ匠が来た場合も、アウトです。はい。忍び匠が来ても、アウトです。はい。もう全部アウト。もうほぼアウト。待って、怖い。あ、よかった、生きてる。よかった。死んだかと思った。セーフ、あぶねえ、今終わったかと思った。あ、待って、やめてやめて、お前待って、なんだこいつ。あ、そっちじゃない、そっち、待って、そっちじゃないです、そっちじゃないです。これはいける。待て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 、おーい、こんな深いボール、なんなんやる、うちうちな、なんとかかんとか、なんとか、俺がなんとかかんとか、なんとかかんとか。とりあえず第一段階バリケードは完成した。第一段階バリケードは完成した。あー怖い、音が怖い、なんかでっか、お前白熊どっか行って、ほんとベア。結構いいバリケード作れたんじゃない今回は。そして夜になってきた。オッケー、テラコッタをパンナコ。なんであいつさ、スタンバイスタンバイしてんの、あいつマジで。あいつがなんか余計なことする前に、はい、なんでこいつ知らないの、なんだこいつ、なんだこいつ、天地魔刀の、天地魔刀の関与をしてる、あいつ。待て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 、お前待て、待ってください、お願いし、あー来たんじゃないですか。オッケー完璧、用意は完璧。なんだこいつ、え、知りたくみ、なんか新しいの倒したよ。あ、お前、そ、あ、ちょ、なんでこいつ死なないのね。ちょっとお前死ねよ、マジで。素の死ねよが出た。来たんじゃないこれ、完璧。今回は本気だぜ。本気と書いて、マジと読むんだぜ。今回は真剣とも書いて、マジとも読むんだぜ。あ、こいつ分身するんだっけ、イリュージョンなんて。でも、あーあ、待って待って待って、そこ、よし、ナイス、危ねえ。危ねえ、マジで危ねえ。マシキ守護法なかったら死んでた、マジで。マシキ守護法様様、何やってるんすか、本当にお前。マジで。これ、こいつ倒せばいけるんじゃね、いけるんじゃね、ラストか、来た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 、進撃ブロックの防衛に成功したけど、待って、危ない、ちょ、でかー、わー死ぬ、熱い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 、でか熱い、でか、消えた、え、消えたんだけど、ちょっと待って、え、今匠いたよね、ね、あれ、え、どこ、あー、いるいる、でけー、なんだこれ、当たり判定どここれ、待って待って、でっけーめっちゃでかすぎる、これ爆発する、これっていうか、ちょっと待って、どこに当たるのこれ。ジャイアント匠と似た感じで真ん中とかにありそう、この辺。あ、待って、あ、わかった、あれじゃね、あの、ここな気がする、ここ。あ、動いてる動いてる、今動いてた、今完全に動いてた、今なんか見えた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 、なんか見える、なんか見える、なんか見える。やっぱそうだ。必死に俺が守っていた大元のところがボスだったってことか。待って、若干暗くなって見づらいっす。ちょっと装備欲しいっすけど。すいません。あ、チェストで近くに置いとくんだったな。そういう時のために。あそこにいるね。止まってる。よし、オッケー。これでダメージを食らっていこう。矢でダメージを食らせよう。これで、うわ、マジでめっちゃ怖い。これちょっと慎重に行きたいな、これ。チャレンジ大事。チャレンジ大事。はい、待って、バカしな、危ねえ、今危なかった、今なんかシューって言ってたよな、完全に今音鳴ってたよな。オッケー、今、うわ、やば、え、待って、左上の画面に収まってないんだけど、これ今やば、これ足全部足になってんだけど、すごい、え、てか体力なんのこれ、ハートめっちゃ多くね、ここにいるぞ、今これにいるぞ、はい、オッケー、だいぶ減らせてるね。ちょっと暗くなるから、マジで朝までちょっと粘るわ、これは。ああ、やっちまった、よかった、生きてる、生きてるぞ、こいつはまだ生きている、あ、よかった、いなくなく、ああ、ウイルス匠、ちゃんと弓とか持ってきたぜ。なんか爆発してる、え、なんだあいつ、なんで今爆発したん、よかった、消えなくて、こいつ、これで安心して戦えるぜ。まさかの匠式オーロラ剣2本目、なりふり構ってられねえと思って、あの、増やしました、普通に。殴って逃げるのが正解な気がする、これは。当て逃げ精神です、これは。ロボット匠怖いからやめて逆にロボット匠の方が怖い。てか、大将よりどっちかっていうと他の匠が来るのが怖いんですけど。そしてもう一個の敵が現れました。録画容量がそろそろやばいというね。まさかの、
まさかの大将ではなく録画容量がやばいというもう一つの敵、他の匠だけではなく録画容量とも戦いがある。さあでもあとちょっと、これはもう弓が、てか矢が、弓が壊れても矢がなくなってももう当て逃げ精神でいこう。これは当て逃げや、当て逃げ、よっしゃ、オッケー、死んだ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 、オッケー、やったやったやった、よっしゃーやったぜやったぜ。爆発はまた、あの爆発するだけの動画で見ようかなと思います。大将倒した後だけどロボ匠がいるから、あの図鑑埋めたいんでロボ匠もちょっと戦いに行こうかなと思います。あいつ目あったら確か終わりなんだっけ。ロボ匠の方が怖くね。